シルバーレースはロールスロイスが1947年から1959年に製造した乗用自動車である。また1977年から1983年にかけてシルバーシャドウ2のロングホイールベース版にシルバーレース2の名称が使われた。シルバーレースダービー工場の設備が老朽化したことイギリス空軍から 正式採用を勝ち取ったマーリンエンジンの大量生産に伴い手狭になったことからロールスロイスは1938年にマンチェスター南西部のクルーに工場を新設したが第二次世界大戦終結に伴いこの工場を自動車生産用に転用することとなったこの工場は戦前には存在しなかったボディ製作部門を備えておりレースを一部変更し スタンダードスチールボディと呼ばれるようになった自前のボディを乗せたベントレーマーク6を1946年5月に発売した。シルバーレースは事実上このベントレーマーク6のロングホイールベース版であり、最大の違いはスタンダードスチールボディを持たず戦前からのロールスロイスの伝統に従い独立コーチビルダーにボディを作ってもらうようになっていたことである。レースとの比較では 全般的にグレードダウンと見られる変更が多く評価は確定していないが実態は極めて真面目な設計であったファントム4が民間人に販売されなかったため1959年にファントム V が発売されるまで長い間事実上の最高車種であったこれは第二次世界大戦による経済の疲弊で運転手を使うような金持ちが減ってしまったことに対応するためで あった。九百四十九年にシルバードーンが発売され、さらにそれが九百五十五年シルバークラウドに置換されても作り続けられ、九百五十九年までに、ショートホイールベース板1四十四台、ロングホイールベース版六百三十九台、合計七百八十三台を生産した。エンジンは、当初、内径、ファイ3、インイコール約八八十点九ミリメートル工程。 4、インイコール約 114.3mm の直列、6気筒で、排気量は 4257cc、キャブレターは、ストロンバーグ製。シリンダーヘッドは、アルミニウム製で、レースのオフクロスフローに対し吸気オフ、排気がサイドバルブの F ヘッドとグレードダウンしている。レースでアルミニウムだった、クランクケースは、中鉄となり、シリンダーと1ピースで製造されるようになった。 シリンダーの壁に0.00075インのクロームメッキを施し摩耗と酸化を防いでいる。レースで規約動だったウォーターポンプとダイナモがファンベルトによる駆動になった。トランスミッションは2、3予測にシンクロを備えるヘリカルタイプ。ファイナルはハイポイドギアはレースと同じだが新たに2ピースプロペラシャフトを採用していた。車種は大荷重に耐える。 フルフローティングアクスルからベアリング周りがシンプルなセミフローティングアクスルにグレードダウンしたが、これは単なるコストダウンでなくアクスル材質の向上が背景にあった。ホイールベースはショート版127インイコール約 3226mm、ロング版133インで、ロング版でもレースとの比較で3イン短縮された。 重量は車子のみ3168ポンドイコール約1440キログラムで約60キログラム増加している。サスペンションはフロントがコイルスプリングによるダブルウィッシュボーン。リアがハンダエンリーフリジットはレースと同じだがファントム3が備えていてレースも踏襲したオイルダンパーとコイルスプリングを シールドボックス内に収める機構は採用されず、通常のスプリングとアッパー A マウントに装着したダンパーへとグレードダウンされていた。またファントム3やレースでは4輪とも自動だったダンピングレート変更が、このモデルでは手動で、かつ後輪のみとなった。4輪ともケーブル駆動だった。ブレーキサーボは前輪のみ油圧に変更されていた。ビルドインジャッキは廃止された。 エンジンは1951年にオートマチックトランスミッション装着の準備として内径 Fi92mm と 4566cc に拡大とともにキャブレターがゼニスとなった。1955年パワーステアリング装着の準備としてさらに内径を Fi95.25mm と4887 CC に拡大するとともにスキナーズ・ユニオンのツインキャブとなった。この間に圧縮比も6.4、6.6、6.75と挙げられ1957年からは8となった。1952年にはゼネラルモーターズハイドラマチックのライセンスを受けてクルーで製造した4段オートマチックトランスミッションがオプションで用意された。百五十六年秋にパワーステアリングが オプションで用意された。日本で有名な個体としては以下のものがある。1977年、シルバーシャドウが2にモデルチェンジする際、ロングホイールベース版にシルバーレース2の名称が使われた。シルバーシャドウ2のホイールベースを 3040mm から 3140mm に延伸しその分を鉱石の居住性工場に当てており、 また、運転席と鉱石との間にパーティションウォールを取り付けるなどリムジンとしての用途を考慮した変更がされているが、その他の点ではシルバーシャドウ2と変わらない。1980年にシルバーシャドウ2、シルバーレースの後継車種、シルバースピリット、シルバースパーが発売されたが、シルバーシャドウ2、シルバーレース2も1983年まで併売された。 外国者ガイドブック1984には掲載なし。ありがとうございます。